皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は持久系アスリートにとってもらいたい栄養素についてお話をします。よろしくお願いします。持久系のアスリートの方にとっていただきたい栄養素なんですけれども、まず一つ目は糖質になります。糖質はエネルギー源になる栄養素になりますので、持久系のアスリートは特に重要になってきます。で、糖質なんですけれども、体内に貯蓄する時にはグリコーゲンという形で肝臓と筋肉に貯蔵することができます。大会の日の何日か前から体の中にグリコーゲンを貯めておくというグリコーゲンローディングという方法があります。グリコーゲンローディングには3つの方法がありまして、古典的、改良型、最新型という3つの方法があります。一番いいというふうにされているのが最新型になります。で、この最新型というのは大会のある3日前から高糖質な食事をするというのが内容になっていまして、高糖質というのが体重1キロあたり8グラムから12グラムの糖質を1日に摂るというのが高糖質の食事になります。ですので3日前からそういった食事を続けていくと、筋肉と肝臓にグリコーゲンが貯蔵することができて、持久系のスポーツをする時でもエネルギーが枯渇することなく使うことができますので、ぜひ試していただきたい方法になります。糖質と合わせて一緒に摂っていただきたいのがビタミン B1 になります。豚肉やうなぎ、たらこなどに含まれている栄養素になるんですけれども、糖質がエネルギー源として代謝するために必要な栄養素になりますので、ぜひ糖質と合わせて一緒に摂っていただければと思います。次の栄養素は鉄とタンパク質になります。私たちの体内に酸素を送り届けるためにはヘモグロビンという赤血球が必要になるんですけれども、このヘモグロビンを作るのに必要とされるのが鉄とタンパク質になります。やはり持久系の競技ですと、体に酸素が行き渡るかどうかでスタミナというのが変わってきますので、すごく重要になってきます。また炭素がですね、筋肉の中に貯蔵されているんですけれども、それがミオグロビンという形で貯蔵されています。このミオグロビンも鉄とタンパク質が原料となっていますので、鉄とタンパク質も持久系アスリートの方にとってはとても重要な栄養素になります。次はタンパク質単体ですね。タンパク質自体も、先ほどのヘモグロビンやミオグロビンの材料になるだけではなくって、筋肉の材料にもなりますので、非常に重要になってきます。特にですね、運動した後30分以内に摂っていただきますと、運動で損傷している筋肉の修復にも当てられますし、あとは、筋肉が作られやすい状態になっているので、そのタイミングでタンパク質を摂ってあげると筋肉が、よりつきやすくなります。先ほど、グリコーゲンというのは、筋肉と肝臓に、貯めておくことができるというふうにお話ししたんですが、筋肉量が増えれば増えるだけグリコーゲンを、貯蔵できる量というのも大きくなります。ただ、筋肉量というのは競技の特性によって、多すぎてもダメな競技があるかと思いますので、そこは、筋肉量っていうのは、競技の特性と、照らし合わせた上でつける量っていうのも、考えていただければと思います。次に持久系アスリートに必要な栄養素はミネラルになります。持久系のアスリートの方は、運動時間が長いっていう特徴があるかと思います。で、その間に汗をかく量というのも非常に多くなると思います。で、その汗をかいた時に汗と一緒に出ている成分というのが、水分に加えてナトリウム、カリウム、マグネシウム、あとは亜鉛と鉄が一緒に、含まれているので、汗と一緒に出てしまっています。ですので、その汗と同じ成分であるミネラルというのを補給する必要があります。あとは筋肉の収縮にもミネラルというのが関与しておりますので、ミネラルは普段から不足のないように摂っていただくと、体の基礎というのが作られますので、ぜひ意識して摂っていただきたい栄養素になります。次の持久系アスリートの方に摂っていただきたい栄養素はビタミンになります。
先ほど糖質を取るときにビタミン B1 を取っていただきたいというお話をしたんですけれども、そういった栄養素を代謝するのにビタミンが使われることが多いです。ですので運動量が上がるアスリートというのは普通の方よりもそのビタミンの必要量というのも上がってきます。ですので、ビタミンもよりしっかりと取っていただくと効率よく取った栄養というのが使うことができますので、ぜひビタミンも不足のないように取っていただきたいと思います。そして持久系アスリートの方に取っていただきたい栄養素、最後が BCAA になります。 BCAA というのはタンパク質の一種なんですけれども、タンパク質のアミノ酸の中の特に筋肉で使われるバリン、ロイシン、イソロイシン、この3種類のアミノ酸の総称になります。BCAA が必要な理由としては、筋肉で代謝されるアミノ酸であるということと、あとは集中力を高めるのに役立つからです。私たちが運動していて疲労を感じる時っていうのは、アミノ酸の中のトリプトファンというアミノ酸が輸送体で脳に運ばれて、そこでセロトニンが作られるんですけれども、その時に疲労を感じます。BCAA はですね、そのトリプトファンが脳に運ばれる時の輸送体と同じ輸送体を使いますので、トリプトファンが脳に運ばれるのを阻害します。それによって疲労を感じづらくなると言われておりますので、疲労を感じづらくなると集中力も欠けづらくなりますので、BCAA も重要になってきます。その他に BCAA には遅発性筋肉痛の軽減が可能性があると言われています。運動した後に現れる筋肉痛なんですけれども、こちらは BCAA を取ることによってで軽減されますので、ぜひ筋肉痛の予防にも取っていただきたいなというふうに思います。遅発性筋肉痛を軽減させるためには、運動前と運動中に BCAA を取っていただくと良いという研究報告がありますので、そのタイミングで取っていただけるとよりいいかなというふうに思います。それでは今日は持久系アスリートの方に取っていただきたい栄養素のお話をさせていただきました。取っていただきたい栄養素は、まず糖質、これはエネルギー源になります。で次が、鉄とタンパク質、酸素を運搬するための、血液を作る、働きがあります。そしてタンパク質には筋損傷の修復ですとか、あとは筋肉を、作りやすい状態にする働きがあります。そしてミネラルは汗の成分を補え、ビタミンは栄養素が代謝される際に必要になります。そして BCAA は集中力を高めたり遅発性筋肉痛の軽減に役立つという話をさせていただきました。ぜひ持久系アスリートの方はお試しいただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。